山椿山本周五郎作家人修めと須藤絹女との結婚式は11月中旬の居手のひどい酔いに挙げられた修めは25歳の時亡き父の職を継いで作事奉行になったそれには世襲の意味もないではないが彼にはその才能のあることが 認められたのも確かだ。作事奉行は建築・永前の一切を鑑賞する、城や方寺社の修復、表座敷から台所に至る所住基長度の修繕、掃除、検査など、事務は複雑多岐にわたっているが、主姫は職を継いで、一年とたたぬうちに、その適任であることを証拠立てた。しかしこれは、 趣味が飛び抜けた瞬祭だというわけではない。むしろ彼は平凡な事務家であった。現実的で貴重面で何事でも類別し統計し対象表に作ってみないと承知しないという風だ。母親が父に一年遅れて亡くなった後、未知といういとこが主婦の役をしている。彼女は母親の末弟の残した孤児で十六の年に へ引きき取られてきた。思わしい縁談もないうちに今期が過ぎてしまい自分でも諦めたのだろう古流の生け花と二条流の笛をせっせと稽古してこれで身を立てるのだと言っているこういう不遇な身の上にもかかわらず未知は陽気で物にこだわらない性質だった明るい伸びやかな気分を作ることがうまく 家の中に適当な笑い声を絶やさない。だが、趣味にはこれが軽薄でうるさく、苦々しいだけだ。叱るほど不愉快でもないが、一緒に笑うようなことは滅多にない。かえって、事務のことで出入りする家僚たちが、若いおばか、姉にでも対するように、打ち解けた様子で相談を持ちかけたり、内緒で酒を狙ったりする。 シュメは別に小言は言わないが、決してそれをよろしいと思うことはできなかった。須藤家との縁談が始まったのは9月のことだ。それから50日余り、こまごましたことで、シュメは随分気をつからせた。儀礼の方は、おじの大沼兵庫に頼み、家内ちのことはいとこに任せたが、 それで済ましていることのできない性分だから、つまりは自分で指図する結果になった。その上、嫁の父親である須藤宗衛門が中老という身分にこだわるので、ともすると派手になりがちなのが一層気持ちの負担だった。一生に一度ですもの、いいじゃございませんか。道ははいって何でも慎重しようとした。 一生に一度だから、つつましくしなければならないんだ。主姉は役所の事務のように費用を削った。いとこは逆らわずに笑いながら、削られたものも大抵は買い整えるという風だった。結婚式は滞りなく終わった。祝いの主演も和やかに済み、招待客たちが帰った後、両家の親族だけで改めて、杯が取り交わされた。 それは、あと時あまりかかった。そして、これらの人々が、いとまを告げたとき、いつか外は、雪になっていた。種目はまだ、一役ある、花嫁が、中央戸に連れられて、奥へ行くのを潮に。彼は、別胸になっている、隠居所へ顔を出した。そこでは、役所の家領たち住人ばかりが、彼らなりに、 気楽な祝宴を張っていたのである。シュメが席に座るとすぐ、ミチが調子を持ってそばへ来た。彼女は接待役をしていたのだが、見ると目の周りや頬が赤く、息も少し荒いようだった。結婚祝いでもあり、みんな親しい者たちとはいえ、未婚者の多い中で、色に出るほど、逆付きを受けるのは無作法だ。シュメは、 不機嫌に眉を潜め、低い囁き声でたしなめた。見苦しいじゃないか。赤くなっている。どうしたんだ脇田様と小倉様でかかっておしいなさるのですもの。それに、私も。道は、うと、目をそらした。もう、皆様とは、これで、お別れでございますから。趣味はそれを聞き流して、 挨拶を述べ始めた。道はそっと立っていった。言葉を結ぶと、シュメは砕けた姿勢になり、微笑みを見せた。難しい客は帰ったから、ゆっくりやってくれ。ちょうど雪が降ってきた。よかったら、雪をらに飲み明かしても結構。川上、まず行こう。雪と聞いて、座の空気がさらに浮き立った。一人が障子を開けに行った。だが、 それだけでは見えない。別の一人が、食材を縁先に持ち出した。庭には、椿の老樹が並んでいる。その、茂った枝葉や、樹花の暗かりが、食材の光を生かすので、今度は、舞い落ちる雪が、かなりはっきり眺められた。これは、ほわつらい向きじゃないが、本当に飲み明かすか脇田心臓がそう言うと、笑い声が、 どっと上がった。何を開き直ることはない。雪で殴ったって、そのつもりで来たんだろう。脇田が飲むのに、あつらい向きでないものは絶対にないね。シュメがめずらしく口を出した。いつかひどい風で寝ていたときだ。高い熱で真っ赤な顔をしてうなりながら、卵だけにはおあつらいですと言ったからね。まもなく、シュメはそこを立った。中尾の はたのふさいを送り出したのは、十二時間近のことだ。それから、加減を見させて風呂に入った。湯に浸って、体が温まってくると、酔いからの緊張がほぐれ、神経や全身の筋の、心よく伸びてゆくのが感じられて、解放されたもののように、何度もため息が出た。彼は、ゆっくり浸っていた。 五十日以来の煩わしさが終わった。これでともかくも、一肩ついたと思う後から、一種の、あやされるような、好ましい、新鮮な感情が湧いてきた。彼は、目をつむった。二。心をときめくというほど、純粋な、激しい感動ではない。 もう、年も二十八になるし、作事奉行として足掛け四年。宴席の遊びも知っている。まして、ごく平凡な、作法通りの結婚だから、それほど大きな喜びの期待があるわけはない。だが今、彼の胸へ湧き上がってくる素朴な好ましい感情も、決してそれより価値が低くはないだろう。彼は和やかに、 遠びで温められるような、その楽しい恵まれた気分から離れるのが惜しくて、長いことじっと湯に浸っていた。朱芽が根間へ入ってゆくと、花嫁はまだ起きていた。暗くしてある暗闘の柔らかい光で、金屏風に囲まれたヤグの色が、清らかな生みかしさを見せている。 絹は白むくの上に打ち掛けを重ね、両手を膝に置き、深くうつむいたまま座っていた。絹は自分の寝床の中へ入り、彼女の方へ背を向けて目をつむった。かなり時間が経っても花嫁の動く気配がしなかった。振り返ってみると絹は同じ姿勢で座っていた。 もう寝なければいけない。いてるから風邪をひいてしまうよ。彼女は聞き取りにくいほどの声で、はいと答えた。シュメは頭を元へ戻した。隠居所の方から歌が聞こえてくる。雪のために反響を消されて、現実というよりは記憶から蘇ってくる声のようだ。シュメはそれからも二度寝るように進めた。 しかし、花嫁は、朝まで寝なかった。体を固くして、うつむいたまま、見うるぎもせずに、じっと座っていた。どうかなさいましてそうお顔色がすくれませんわ。未知が、疑わしげな目で、いとこを見た。絹が里帰りから戻った、翌朝のことである。シュメと、新嫁の間が、 うまくいっていないのは確かだ。新婚の明る夜から、新嫁は自分の今まで寝る。新女のことは、須藤からついてきた駒かいが世話をして、きぬじょは手を出さない。途上や下城の着替えも、まだ未知に任せたままでいる。しかも、ほとんど二人が口をきかないのを未知は知っていた。どうもしやしないが、シュは口ごもった。 ふと、相談してみようか、という気になったのだ。しかし、それが不可能なことは明白である。彼は憂鬱に眉を潜めて、そのまま沈黙した。自分を拒む妻の態度を、どう解釈したらいいだろう。嫌っているのだろうか、周知だろうか、年齢の若いためだろうか。もし、それほど嫌いだったとしたら、 嫁には来ないはずだ。周知は何も彼女一人のものではない。あらゆる新嫁がその周知心に勝たなければならない瞬間を持つ。年も十八歳なら若すぎるとは言えない。では、一体何が原因なのだ計算や統計の上で物事を考えたり処理することに慣れている彼の頭は人の感情とか 心理の問題になると手も足も出ない。そこで彼は自分に対しても腹を立てた。どうとも勝手にしろ。私、明日お糸もいたしますわ。いとこがある夜、こう言い,いに主味の今へ来た。彼は役所の事務を机の上に広げながら、しきりに日よけの炭火を吹いていた。は いとこの髪毛についている灰を払い、日よけを自分の方へ引き寄せた。家のことも大抵お姉さまに分かっていただきました。でも、すっかりではありませんから、あとはお兄様がわからないところは、指図をして小上げにならなければいけませんわ。趣味はいとこの顔を見た。道はうつむいて、火を直しながら続けた。もっと、 近しくなさらなければね。この頃は、夕げにもお酒を召し上がらないし、いつも黙って、難しい顔をしていらっしゃるわ。そんなでは、お姉さまにも、気心のしようがないじゃございませんか。もっと、夫らしくしてあげなければ、おかわいそうよ。お母さんのタンスと、鏡台を持って行っていいよ。シュメは、筆を取りながら言った。暇があったら、時々来てくれ。 家のことは心配しなくってもいい。微地は、いとこの横顔を見守った。それから、しばらくして、つぶやくように、こう言った。時には、無作法が、作法になることもありますわ。結婚したら、大沼兵庫が、微地を引き取ることに決まっていた。いとこがせると、明け暮れが、にわかにひっそりとなった。 その中でシュメは同じ言葉を繰り返し考え続けた。無作法が作法になることもあるという言葉を。終言から十七日目にあたる夜、シュメは夕下に酒を命じた。彼は酒が好きで朝食前にも少し飲む。夕げにはかなり過ごすことも珍しくはない。それは 大抵、過量の来ている時で、ことに、脇田とか、小野平助など、賑やかな者が集まると、彼らといとこの、とりとめのない談笑を聞きながら、黙って、楽しそうによく飲んだ。結婚してからは、ほとんど、酒好きを持たなかったが、その夜は、酔えるだけ、酔うつもりでいた。一人も、手持ち無沙汰なものだ。一つ、受けないか。 少し回ってから、シュメは、逆付きを差し出した。絹はうつむいたまま。部長法でございますから。と、答えた。シュメは、できるだけ砕けた調子で、そして、自分には似合わないと思いながら、冗談のように、こう言った。そう、うつむいてばかりいないで、たまにはこっちをごらんよ。私はまだ、妻の顔さえ、よく知らない夫だ。これは少し、 変則だと思うがね。キヌは、静かに顔を上げた。3. 青白い、仮面のような顔だ。魂の抜けた、感情のかけらもない顔だった。少し痩せてはいるが、美しい目鼻立ちである。濃いまつげに縁取られた目が、特に美しい。 だが、それは石像のように冷たくて硬かった。シュは立然と目をそらした。宝泉寺の十二時の鐘を聞いてから、シュは起き上がって、新庄を出た。そして、かなりためらう気持ちを押し切って、妻の部屋の襖を開けた。絹は、まるで襲われたもののように、非常な速さで起き上がり、恐怖に斧ののく目で、 こちらを見た。その目が、シュメの自制心を失わせた。彼は、ずかずか寄っていった。キヌは、ヤグからすり抜け、アンドンのかけふを取った。そして、明るくなった光を盾のように、正座して、神戸を垂れた。シュメは構わず、そのそばへ行って立ち、荒い呼吸の静まるまで、しばらく待った。すると、キヌが、 理そうな声で言った。私、母の間、まだあげませんので。これは、無警告の、しかも、手厳しい足払いに似た言葉だ。一瞬にして火は消え、血は冷めた。主めは、くじかれた、惨めな気持ちで。しかし、その言葉に、辛くも救いを感じながら、やや久しく沈黙した。もっと、 お互いに打ち解けよう。そんなことまで言いそびれるなんて自然じゃない。男はどこか抜けているものだ。細かいことや気持ちのあやなどわかりにくい。黙ってばかりいないで、不満や希望はどしどし言ってくれなければねえ。キヌはカジイの主婦なんだから、わかるだろう。キヌはそっとうなずき、はいと答えた。主婦はなお言いたいことがあった。しかし、 言葉にすると、ちぐはぐなものになりそうだ。彼は、できるだけ、いたわりを込めて、こう言いながら立った。さあ、おやすみ。驚かせてすまなかった。彼は数日して、絹の毛布の藻が、二月初めに開けることを知った。物を開けるまで、夫に許さないという習慣が、世間にあるかどうか、 彼はまるで知らないし、多少疑問もあった。けれども、待つことに依存はなかった。その間に精神的な接近ができると思ったから。正月になるとすぐ急に多忙になった。四月に藩主が江戸から帰る。それまでに本丸の東御殿を改築せよ。という命令が来たのだ。随分大掛かりな設計で。 入費や、用材の点から相当に無理をしなければならない。彼は、常駐に幾晩も泊まった。資材購入のために、数日がかりで旅行した。勘定役所や、何度方などと、絶えず接取をし、重役に了解を求め、交渉たちの割り振りに、頭を悩ました。そして、家へ帰るときには、心から、休息と、 いやんだ欲しいと思うようよになったもちろんその望みは叶えられなかった家の中はいつも空洞のようにひっそりしていた妻は食事の給仕に座る着替えも手伝う送り迎えもするだがそれだけだったうつむいて必要にうつむいたままで手を膝に置いてしんとしている 足音もせず、空気も動かさずに歩く。口から出るのは、はい、という一言に、ほとんど限られている。召使いたちにも、それが影響した。彼らも、やくように話し、歩くのに、足音を盗む。みんなが聞き耳を立て、息を殺して、何かを、じっと待っている、という感じだった。 キルの暴布の藻がもう開けたということに気づいたのは、こういう状態に耐えきれなくなった時であった。三日ぶりで家に帰った彼は、荒びた気持ちで夕げの酒を飲んでいた。酔いはなかなか起こらず、疲れた神経はトゲトゲしくなるばかりだった。彼は目の前に座っている妻の固い非人情な身構えや、 陶器のように冷たい襟足を見ながら、ふとそれを、いとこの道と置き換えていた。皇人様は、罰を当てる神様なんですってね。突然、真面目な顔で、そんなことを言い出す。大抵、座には誰かいて、あっけに取られながら、皇人は、台所の神でしょうとか、専門に罰を当てる神様というのはないでしょう。 などという。未知は確信のある顔でこう断言する。あら、だってそう言いましたわよ。一度、これはこうだと聞けば、その通り信じて少しも疑わない。だってそう言いましたわよ。というのが彼女の口癖であり、唯一の証明である。空また出た。と言ってみんな笑い出す。当時は、 苦々しいと眺めていたその情景が、趣味には今、悲しいほど懐かしく思い出された。そういえば、この頃は誰も来ない。来ても、食事時は避ける。座って酒を飲むようなものはごく稀で、用事が済めば、さっさと帰ってゆく。あの頃はこんなではなかった。家の中は賑やかで暖かく。 話したり笑ったりする声が絶えなかった。それが今はどうだ。まるでこれは喪中の家のようではないか。シュメはこう考えたとき、妻が喪に服しているということに気づき、続いてそれがすでに開けているはずではないかと思った。火を送ってみた。確かにもう数日前に開けていた。シュメは 目の覚めたような顔で妻を見た。今日は十二日だったね。もう寝半曳か。これで寒さもおしまいだね。尖った神経が酔わない酒のためにあらぬ方へ歪んでゆく。趣味は努めてそれを沈めながら十二時を聞くまで寝床の中で転々していた。それから思い切ったように起きて 妻の部屋ふた。襖の開く音で、はねをきた絹は、恐怖の目でこっちを見ながら、ヤグをすり抜け、安んの掛け布を取ろうとした。しゅは鋭く、絹と言いながら、襖際に立ち止まった。絹は、伸ばした手を下げ、追い詰められた獣のように身を縮めた。あの夜と、同じ姿である。 微塵も変わってはいない。母のもというのが、口実だったことは確かだ。シュメは前へ出た。すると、キヌは身震いをしながら、救いを求めるような声で言った。どうぞ、今夜だけ、今夜だけ、お待ち遊ばして。そして、賢明な愛玩の目で、シュメを見上げた。なんという目だったろう。突然、 締めは自分が、汚らわしく堕落した人間のように思われ、一種の吐き気にいた胸苦しさに襲われながら、逃げるようにその部屋を出て、後ろ手に襖を閉めた。屈辱と怒りのために頭が痺れ、足が震えた。自分を見にくい、抱きすべきもののように思う反面、不当な侮辱に対する怒りが、 抑ええようもなく燃え上がった何がいけないんだどこにこんな扱いを受ける理由があるんだ一体。しかし、シュメは、ぎょっとして振り返った。彼はまだ、襖の前に立っていたが、部屋の中で何か物音がするのを聞いたのである。それは静かに、タンスを開ける音のようだった。じっと耳を澄ますと、異様な気配が感じられた。 彼はすぐ、ふすまを引き上げた。きぬは、ヤグの上に座り、会見を抜いたところだった。ふすまの悪音を聞くなり、彼女はそれを逆手に持って、胸を刺そうとした。しかし、シュメはその肘をつかみ、激しくねじ上げながら、会見を奪った。きぬは、別に反抗しなかった。むしろ、冷ややかなくらい、落ち着いていた。シュメは、 掴んだ肘ごと、ぐいと、絹を剥き直らせ、訳を聞こう、と、低く叫んだ。生きては、いられないのでございます。今お止めくださいましても、明日、明後日、いつかは、どうしても、好みの始末をいたさなければ。それが、カジの仮面を汚すと、承知の上でか、私の一生が、 めちゃめちゃになるのを承知の上でか。いや、お前にはそんな権利はない。シメは激怒のために震えた。七十日近くも人を惑わし悩めた上、そんな勝手なことをする権利はお前にはないはずだ。私、ご仮面を怪我しますでしょうか結婚して、間もない妻が自殺をする。理由も何もわからない。これが、家事の家や、 私の面目に無関係だと思えるのかああ。と、キヌは、うめき声を上げた。確かに、彼女はその点を忘れていた。こうせざるを得なかった原因があまりに大きく重すぎるため、結果の呼び起こす影響までは思い及ばなかったのである。キヌは初めて両手で表を覆い、耐え入るように泣き出した。 私、どうう。いたしましまょ訳を話すがいい。どうしても死ぬ必要のあるものなら止めはしない。理由によっては死後に名の立たぬ工夫もある。話しておらん。絹は長いこと泣いていた。形容しようもなく痛ましい、哀れな泣き方だった。それからやがておえつに声を途切らせながら。 非常な努力で口を切った。私、思う方がございました。もう、二年前のことでございますけれど。思いがけない告白だった。しかし、シュメにはそういう予感があったように思う。彼は努めて何気なく後を促した。絹ヌは続けた。二年前の四月。 そんな季節には稀な火事で、武家町の一角まで焼けたことがある。その時、須藤家の桃園の者が累承して、半年ばかり彼女の家へ寄宿していた。榎本良三郎といって、その時二十二になり、何度方に勤めて、まだ独身だった。彼が怠け者で、身持ちが良くないという噂は、前から絹は聞いていた。 だが、うちへ来て住むようになると間もなく、そんな噂は信じられなくなった。絹の目には、彼が孤独で気の弱い人間にしか見えない。誰にも相手にされず、友達もない、寂しげな、遠惑したような目で、よく庭に立って雲を見ている。唇には、いつも諦めたような微笑が浮かんでいる。 キぬは激しい同情をすそられた。そこから二人の近づきが始まった。親しくなるに従ってキぬの確信は強くなった。ぶろうは優れた才能を持っている。それを周囲が認めないばかりでなく、むしろそのために嫉妬のあまり共同で彼を陥れるのだ。だが、彼は少しも 恨んではいなかったこういう時代なんです。私は誰も憎みはしません。罪はこういう時代にあるんですから。彼らは好きなようにやるがいいんです。俗悪な世間を憐れむように、よくこう言って微笑し、当惑げな寂しい目で、それとなく空を眺めた。だが、しばらくすると、絹に愛を求めた。もし絹が、 自分を愛してくれるなら、俗物どもをしろいで、人角の人間になってみせる。絹のため、自分の才能を生かしてみせたい。絹は、それを何の疑いもなく信じた。そして、変わらない愛を誓った。二人の恋は、五十日余り続いたが、母親に発見されて、中を裂かれた。母は、誰にも知らせず、口実を設けて、 彼を家から出した。別れる前に、キヌは結婚を申し込んでくれるようにと繰り返し頼んだ。彼はまだその時期でないことを解いた。今のままでは許される望みがない。自分が一角のものになるまで待つように。それもせいぜい一年か二年だからと。別れてからは、 一度も会うリりがございませんでした。そして、母も亡くなりました。こちらとの縁談が起こりましたとき、もし母が生きていてくれましたら。4縁談が決まったとき、自決すべきだった。しかし、それには何かが欠けていた。両風呂に、 一度会いたかったのも確かだ。どこかに生きる道があるように思えた。漠然とした、しかし激しい生への執着もあった。もう少し時を待とう。抜き差しならぬ場合でも遅くはない。そしてずるずるとここまで来てしまった。私が未練で愚かなばかりに、あの方へも、 申し訳のないことになってしまいました。でも、私も苦しゅうございました。今日こそ、明日こそと思いながら、いざとなると心が膨れまして。どうぞ、お許しくださいまし。シュメは黙って、絹の泣くのを聞いていた。それから、持っていた会見を静かに鞘へ収め、大きくため息をつきながらい、 今話した通りを遺言に家具はいい。その人に関するところはなるべく詳しく。私は向こうで待っている。会見をもって、シュメはその部屋を出た。神女の暗闘を今へ移し、日よけのうずみ火を起こして炭を継いだ。庭の椿のあたりで猫の声がする。そうだ。もうとっくに。 椿が咲いているはずだ。今年はまだ一度も見ていない。シュメは火箸を取って意味もなく灰をかき鳴らした。首を振ったり、ひこくうめいたりした。その他に方法はない。そんなことをつぶやいた。ケヌは自害しなければならない。だが自害とわかってもいけない。病死でなければ。シュメは またうめいた。めぬが今へ来たのは半時ほど後のことだった一度に5つも老けたように憔悴して見えた頬が目立ってこけ唇はほとんど灰色になっていた彼女はかなり分厚く巻いた書簡をうつむいたまま朱芽の方へ差し出した念のために読ませてもらう。 彼はこう言って、それを開いた。キルの膝から肩へかけて、絶えず細かい旋律が走る。浅い、急速な呼吸のために、胸が激しく波を打つ。そして、今の椿のあたりでは、けたたましい、猫の叫びが続いていた。私はもう止めない。シュメは、読み終わったものを巻きながら言った。その他に、 道はないだろうと思う。目じまいをして、白むくに着替えておいで。仏前、支度をしておくよ。夜明け前に、医者が呼ばれてきた。太田純安といって、亡くなった父とごく親しかった老いである。締名は妻の今へ案内した。二人は、かなり長いことそこにいた。そこから出てきたとき、淳安は、 首を振りながらこう言った。亡くなってから一時もたっているうんこの病気にはギバでもヘ弱でも手が出ないさよすぐ脳幹するんだなロイは耳が遠いので声が高かったこの病気で死ぬとリチ夜は体から毒が出る脳幹したらすぐふたを閉めなさい決して 蓋を開けてはいけませんぞ。この毒を吸ったらそれで。こう言って白髪の頭を振った。いいかな。あなたが一人で死なされ、そこは夫婦の情だ。うん。が、忘れても他人を近寄せてはなりませんぞ。おがかりへは私から届ける。もう一つ邪行を焚きなされ。なければ持たせてよこす。毒を消すには至極だから。 医者が帰るとすぐ、必要なところへ死者を出し、主姫は一人で、また妻の今へと入っていった。両家の親族が駆けつけたとき、死体はもう納棺されてあった。そして、順安牢の厳しい戒めで、ジップの須藤宗右衛門でさえ死に顔を見ることが許されなかった。あまり突然であり、夢のようだ。 津屋の席では、そのことが繰り返され、修磨に同情が集まった。彼は石のように黙って、昼夜きちんと棺のそばに座っていた。その翌日の朝、葬礼が行われた。書なのかが済むと、修磨は、勤めに出始めた。五殿改築の責任者だから、長く休むわけにはいかなかったのである。大沼から、 手伝いに来ていたいとこは、相談の結果、そのままとどまることになり、荷物も運び戻された。家の中は少しずつ平常の姿に帰っていった。暗い不幸の匂いは消えないにしても、主の多忙な明け暮れにつれて、生活は自然と落ち着きを取り戻した。こうして、日が経っていった。 三十五日の法要があった翌日、シ目は南度奉行の栗原和助をその役所に訪ねた。栗原はシ目より三つ年長である。彼はシ目の話を聞いて、いぶかしさに目をすぼめた。榎本良三郎というのはいるよ。しかし、それはよした方がいいね。あれはダメだ。とても使えるような人間じゃないよ。いや、 使ってみたいんだ。大概なところは知っているが、少し考えることがあるんだね。私は住めないな。無能なばかりでなくずるい。人に仕事を押し付けておいて、自分がしたようにこしらえる。むやみに抽象や誹謗で人を傷つける。不平やごたごたの起こるもとだよ。だが、人間は使いようがあるからね。とにかく手続きをするから頼むよ。こういう話があって間もなく、 榎本良三郎は作事奉行へ勤めがいになった。二十四という年よりずっと老けて見える。色の冴えない目の濁った憂鬱に捨てたような顔つきだ。華奢な体にもかかわらず、どこかしら脂肪でたるんだような感じがあり、気味の悪いほど白く長い指をしていた。種は彼を見たとき憐憫を感じるほど、 不快に襲われ、目を背けた。五。シュはその日、下城するとき、両三郎を誘って、京町の小倉という両手へ上がった。両三郎は、不安そうに手を揉んだり、ふてぶてしい霊症を浮かべたりして、広く落ち着かない、居心地の悪い様子だった。 今日は二人だけで飲もうと思うんだ。その前に少し話がある。真面目な話だから、そのつもりで聞いてくれ。シュメは平静な目で相手を見た。両三郎は白々ららしい微笑を浮かべ、人を馬鹿にした調子でゆっくり首を振った。酒ならご馳走になりますが、さっきょうは勘弁してくれませんか私には何より苦手ですから。 何すぐ済むよ。使命は、さりげなく言った。それはね、これから、真面目に勤めてもらいたいということなんだ。私が栗原に頼んで、作事方へ呼んだには、それだけの考えもあるし、責任も感じている。できるだけ力になるから、ここで、一奮発してみないか。しかし、ちょっと高くつきますぜ、カジさん。相当に、高くつくが。 いいですか両三郎は、毒々しく、唇を歪めた。シュメはその顔を、いぶかしげに見ていたが、その目は次第に、平成の色をなくしていった。高くつくとは、どういう意味なんだもっとはっきり、言いましょうか両三郎は、シュメの言葉におっかぶせて、ぐっとあぐらをかいたが、すぐまた、にやりと笑った。なが、 まあ、この次にしましょう。墓の中のことなんか別に急ぐ必要もないでしょう。掘り返してみたところで、死んだ者が生き返るわけじゃないですからね。それは、私を脅す意味なのかさあ、どうでしょう。私が残念なのは、ある人の葬式に立ち会えなかったということなんです。立ち会っていたら。さよ。 私は棺の蓋を開けましたね。締めは額からさっと青くなった。両三郎は濁った目でそれを眺めながら、もはや疑いのない勝利を楽しむように、ゆっくりと。しかし、冷酷にこう続けた。蓋を開けると毒にやられる。とんでもない。棺の中はただ匂いがするだけですよ。毒どころかただの匂い。つまり、 死の匂いだけですよ。では、なぜそうしなかったシメは、ある限りの力で自制しながら言った。それだけ確信があるなら、どうして蓋を開けに来なかったんだ今だって間に合いますわ。何墓を折ってみればわかるこった。やってみますかね。シメは、右手を大きく振って、両三郎に大打ちをくれると、 さらに飛びかがってねじ伏せた。両三郎は首を振りながらもがき、シュメの手へ噛みついた。シュメは噛ませておいて殴った。力いっぱい、頬骨のなるほど殴りつけた。彼の目からポロポロ涙がこぼれ、それが両三郎を濡らした。殴るだけ殴ると、彼はそこへ座って、あえぐ息を抑えながらい。 貴様の差し通りだ。絹は病死ではない。では、どうして死んだか。少年まで腐った貴様などにはわかるまいが、見せるだけは見せてやる。絹の遺書だ。読んでみろ。シュは、懐から封書を出して、いぎたなく倒れている良三郎の前へ押しやった。遺書と聞いたとき、良三郎は、びっくりと足を縮めた。 それから、沖縄って、襟をかき寄せ、しばらく、風書の裏表を眺めたのち、震える手で、それを開いた。ュメは、そっと目をつむり、何かを祈るように、神戸を垂れた。両三郎は、途中まで読んで、また、初めへ戻った。幾度も目を拭き、幾度も、読んだところを読み直した。 それが終わると、衣装を持ったまま、手を膝に下ろし、ガタガタと全身を震わせた。結婚して、七十四日になるが、夫婦のちぎりは一度もなかった。あれは榎本良三郎に三沢を立て通したんだ。どんなに苦しかったろう。夫へのギリと、榎本良三郎へのギリと、板挟みの 七十幾日を一人で苦しんだ。縁談の決まった時死ねばよかった。けれども死ねなかったという愛する者に未練が残った。どんな未練だと思う、榎ノ本。あれは貴様に優れた才能があると信じた。あなたが愛してくれれば人型の人間になる。貴様のそういった言葉も信じた。それがどうしようもない巡り合わせで。 カジイへとつがなければならなかった。あれは、そのことをわびたかったんだ。貴様に一目あって、詫びてから死にたかったんだ。シュネは手を伸ばして、遺書を挿した。それを読んでみろ。もう一度読んでみろ。貴様をどんなに信じていたか、裏切る結果になったことをどんなに詫びているか。自分は死んでも、自分の愛は変わらない。あの世から。 ご出世を信じてお守りします。そう書いてはないか、ヘロモト。人間は一生に一度くらい本気になるもんだぞ。両三郎は、放心したように、重たげな鈍い手つきで衣装、巻き収めた。主女は、噛まれた手首の血を、返しで拭きながら、床間にある鈴を取って鳴らした。話はこれで終わりだ。 約束だから、酒を飲もう。両三郎は、さりげなく立った。ちょっと、顔を洗ってきます。そう言って、廊下へ出た。力のない、ふらふらした足取りで、廊下の途中まで来たと思うと、右側に、障子の空いている小座敷を見て、素早く中へ入り、座って、襟をくつろげた。 六。脇差しを腹へ突き立てようとする瞬間まで、シメは廊下から見ていた。そして、その瞬間に飛び込んでいって止めた。この他に道はありません。話してください。話せよ。だが、今じゃない。シメは脇差しを奪い取った。あの人は、榎本良三郎の行くのを待っている。しかし、 こんな惨めな榎本、待っていやーしないぜ。榎本、証拠を見せろ。あの人の信じていた人間になれ。それまでは、石にかじりついても死ねないはずだ。そうじゃないのか。両三郎は、両手を膝につき、表を伏せて泣き始めた。初めて、彼は泣き出したのだ。二年やってみよう。その証拠を見たら、 俺が墓の前へ連れて行ってやる。二年だ。もし、今の決心が嘘でないなら、もし、貴様に、いくらかでも、人間らしい気持ちがあるなら、いいか。二年の間に、その証拠を見せるんだ。生きているものは誤魔化せるが、死んで魂になったものは、ごまかせないぞ。それだけは忘れるな。五殿改築は、 半主の帰国に過労うじて間に合った。結果はかなり上昇日で、その係の者には報酬さえ下がった。しかし、費用の点が随分無理があったから、その後始末に五月いっぱいかかり、ようやくすべてが終わると、季節はもう夏だった。家事の家にはまた人が来始めた。 趣味はよく人に隠れて、総退治へ母さんに行くが、日常は快活で機嫌が良かった。これまでのどの時期より明るい顔で、酒の時などにはみんなと一緒に笑うことが珍しくなかった。未知も相変わらずである。この頃はいとこが難しい眉を見せないので、一層立ち居がウキウキとしている。 そして、時々、例の、不思議な照明を出して、人を笑わせる。ちょうど、みんな集まって飲んでいたとき、星空なのに、円雷が鳴り出した。道は、縁先にいたのを、急いで座敷へ入ってきた。雷銃って、割り方ひっかくんですってね。もちろん、真面目な顔である。わっとみんな笑い出した。脇田心臓などは、笑いが止まらないで、 少し静まりかかるとそばで、ええ、来獣は割り方、ひっかきますかねという。それでまた、脇田は転げ回る。しまいに仰向けになって、どうやらこうやら笑いあんだとたん、みちが例の証明を出した。あら、だってそう言いましてよ。脇田は、ひいと、両手で耳をさぎ、 何かわけのわからないことを叫びながら、まっしぐらに廊下へ飛び出していった。シュメは、こういう情景を眺めるだけでなく、今は、それを味わうこともできるようになった。以前の彼には、苦々しいだけだった。馬鹿げた、想像しいものに過ぎなかった。合理的なこと、計算し、統計に取れるもの以外は、 興味が持てなかった。けれども、今はもう違う。彼はどうやら憩いの味を知った。疲れた体を休め、仕事でいっぱいになった神経を理屈なしに柔らかくほぐしてくれるもの。慰安と休息がどんなものかということを、ようやく彼は知り始めたのである。明る正月のレンガの途上で、 奉行の栗原和助と一緒になった。その時栗原は警戒の身振りをしながら言った。今にやられるよ、今にね、気をつけなくちゃいけない。蛇は冬眠しているだけだよ。しかし、その翌年の正月、栗原は朱芽を脇の方へ誘って、つくづくと顔を眺めながら探索した。 こんなこともあるんだね。こんなことも。一体どうやって叩き直したんだ信じただけだよ。シュメは微笑した。信じられるくらい人間を力づけるものはないからね。彼は自分で立ち直ったんだよ。本物らしいね。兜を脱ぐ。人は使いようだということを認めるよ。シュメの家の椿がまた咲いた。 二月十日のことだった。早く下場してきた種目は、後で丸屋が物を届けてくるから受け取っておくように、こう未知に言い残して、着替えもそこそこにまた出て行った。表には、江本良三郎が待っていた。彼は二年前とはだいぶ違って見える。体の肉付きが締まってきたし、顔は火に焼けて、 健康な艶と張りがある。目はどこか沈鬱な光を帯びているが、濁りはほとんど消えたようだ。彼は、趣味の少し後ろについて歩いていた。そして、武家町を出外れて、大田川の橋を渡るとすぐ、何か気づいたという風うにはっとそこへ立ち止まった。翌先は、 そう大でございますかそうだよ。趣味は振り返った。二年目には三日早い。あれの三回期は十三日だ。しかし、放映の前がいいと思ってね。それとも。い,いえ、参りましょう。両三郎はすぐに静かな笑いを浮かべた。正直に申しますが、思い違いをしていました。あれは三月だったものですから。では、 三月にしようか。私はそれでもいいんだが。い,いえ、今日にします。今日の方が帰って。そして、彼は進んで歩き出した。総対寺は、かすが丘の下にあった。石段を登って山門を入ると、庭を履いている若い僧が、親しげに挨拶をした。北条は履いていますか主名は、そう言いながら、慣れた様子で、 玄関から上がった。若い僧の声で走ってきた小坊主が口の端を手で吹き吹き客前案内した。七。ここでやって迷惑はかからないのですか座るとすぐ、良三郎が不信下に言った。やるというのは何を締めは ととうししたた。膝を戻したまさか腹を切るという意味じゃないだろうな。しかしそのために来たんじゃないのですか何のためかといえば生きるためさ。榎本良三郎は生きるんだ。それだけの証拠を俺は見せてもらった。だからここへ来たんだよ。私にはわかりません。どういうわけなんですよろしい。わかるように言おう。だが、ちょっと待ってくれ。 しめは、足早に出て行った。何をしに行ったものか、ややしばらく時間をとって、戻ってきた時には、娘を一人連れていた。待たせてすまなかった。こう言いながら、連れてきた娘を、両三郎の左へ、自分は二人の中間へ座った。引き合わせるものがある、榎のもと。私の登園にあたる娘で、かじ、切るというのだ。 見てくれ。絹という名に、良三郎は身震いをした。そして、おびえたように振り返った。絹であった。色を変えて、ああ、という良三郎を、絹は涙のあふれる目で見上げた。お前の、信じたとおりだったね、絹。しめは、低い声でそう言った。柄本は、 才能のある人間だった。キヌの考えていたよりも、はるかに高く、それを証拠立てた。恋というものは、時によると、人を堕落させる。だが、時によるとこんなに、素晴らしく人を生かす。恋をするなら、こうありたいものだね。キは、くくと、むせびあげた。両三郎も、手で、表を覆った。 おめでとう、ぬ。おめでとう、えのもと。とうとう、二人の日が来た。かったね。シュメは、彼らを残して、そこを出た。そして、ょうへ寄った。二年間、ぬを預かってもらった礼と、もうしばらくの世話を頼みに。それから、体操爽やかに、楽しそうな顔をして、寺を出て行った。 夕下の禅に座ってからも、かなり酒が進んでからも、いとこは取り留めない話をするだけで、肝心のことは全く念頭にない様子だった。種目は仕方なしに、丸屋から届けてこなかったわ、と聞いた。ええ、届けて参りました。お今に置いてございますわ。持ってきてごらん。道は立って行ったが、すぐ多頭に包んだものを、 両手に抱えてもろった。届いたまま、開けてみもしなかったのだ。いかにも道らしい。趣味はふと、目頭が熱くなるのを感じながら。開けてごらん。と言った。なんでしょう、お衣装ですわね。多刀を開くと、花の咲いたように、美しい模様が出てきた。まあ、きれい。みは、子供のような声を上げて、 目を見張った。ちょっと、それを肩へかけてみないか私がですか道は、華やいだ様子で、いそいそと立ち、その衣装を肩へかけた。古代紫のぼかしに、目もあやな。百花の友禅模様が染め出してある。道は続けざまに、まあ、まあ、と、言いながら、 身をひねったり、裾を広げたり、酔ったような顔で、いつまでも見とれていた。なんて綺麗なんでしょう。初めてですわ。こんな美しい模様を拝見するのは。ご覧なさいました。このボタンの花、まるで生きている花のようですわ。おら、これ、なでしこですわね。無底軒なことを言うね。見てごらん。まるで歯が違うじゃないか。それは奇妙だよ。 でも、綺麗ですわ。どうして染めるのでしょう。さあ、知らないね。シュメの唇がほころびる。そいつは、染めように聞くよりしようがない。やっぱり、人が染めるんですわね。シュメは、とうとう吹き出した。ミチは、裾を引いて振り返ったり、長い玉とを返してみたりしていたが、いとこに笑われて赤くなりながら、あら、 と言った。締めはすかさずその先を越し、そう言いましたかね。だが、彼は途方にくれた。それが、未知の結婚衣装で、それを着て、家事の嫁になるんだということを、どういうふうに話し出したものかと。未知はまだ、模様に、いとれていた。